はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきましょう。いやー、今日のフェラルホード。今日？昨日？大変だったね。皆様ありがとうございました。ライブじゃないんだけども、なんだっけ？プレミアム公開来てくれて楽しかったです。ポーって書いてある。ポーって、あれ？待って、ポーになってる。後ろ。デンジャーだったと思うんだが。ありがとうございました。楽しかったです。皆様のおかげでね。あ、カーション。カーション?ちゃんと書いてあった。危険だよって。いや、やっぱいいね。いいね。ライブやりたいな、本当は。まあ、いっか。しゃないしゃない。飛ぶ無理だから。無理だから。うっ。びっくりした、この木。こっち？よいしょー、よいしょー。え、こっから入った意味。え、もう完全バグってるやん、この家。いろいろとバグってるやん、この家。うい、お邪魔しまーす。いや、ハンマー強化しててよかったよね。フェラルホード直前に。ほんと、あれがなかったら俺多分死んでたかもしんねえ。直前にね、スキル取ってたんですよ。あれが、素晴らしい判断だった模様。そうだ、スーパーチャットもありがとうございました。きらめきさんとシルクさんと渡部さん、ありがとうございます。ありがとうございます。苗代理、当てさせていただきます。今年までは苗買わないといけないので、来年からはね、あれなんです。生えた後のパイン、生えた後っていうのもまあおかしいな。収穫した後のパインから苗が取れるんでね。大丈夫です。ガッポガッポでしょ。ガッポまでいかないけど、ガッポガッポですよ。で、このクエスト何？あ、上に箱があるってな。OK。あっちはダメだ。あっちダメだ。あっちはあれだ。あ、ここか？マジかよ。届かないじゃん、それ。あ、よし。オッケー。来年、再来年からガッポガッポで出たな。ガッポガッポって言って、まあ、知れてるんだけど。東京でお仕事してる方が絶対稼げるんだろうけど。犬ですよ。時間にほぼほぼ縛られないから自由なのですよ。は？こいつ動かなかった。気のせいか。素晴らしいよ。ああ、どっちも覚えてるのね。なんだ、当たりきたーとか思ったのに、一瞬すでに当たり終わってたわ。いや、取れないよね。なるほど、こっちにハーフをつけてずらしてるのかっていう言葉を前も言ったと思われる。大体同じことやってるはずなんで。何これ何これ、サングラス、真っ赤なサングラスと真っ赤な靴、怖えな。あ、ね、見えてんぞ、見えてるぞ。プシュン。一人だけ？開けますよ。いたら降ってきてくださいね。一人だけっぽい。お、中レベル上がった。いいね。ゆっくりジュース飲んどっか。蜂蜜は、お家で感染症予防に使うから。お、バンカーバスター出たね。拾えないね。バンカーバスターありがたいのでは。あ、まずこれにつけとっか。火力アップ。
といらないのはちょっとスクラップする。これもねスクラップして、ね、ペンキにしときたいんですよ。ペンキちょっとそろそろ欲しいもんね。家が装飾される可能性があるので、よし、このもんか。これまだ開ける？いらない。だいぶライトいっぱいある。テシュー。おお、それ必要。よし、テシュー。いや、あさるのめんどくさい。あさってあった。えらい。ヒュイッと。ゾンビいない？いないね。オーガーを加工したいな。オーガー加工したらさ、トレーダーの元へ戻るだよね。オッケー。これで、時々、2つのクエストだったりするからね。アイテムを拾ってこいと、もう一つ全滅だったりするから。あ、そういえばね、オイルのレシピ読んでたみたいです。オイル、しかもこっちのオイルの方だったんでね、ガソリンの方のオイルかと思ってた。ありがとうございます。これを入れてジャガイモ植えようよ。ブルーベリーなんかジャガイモ植えよう。イエーイ、ジャガイモ大好きだもん。よいしょ。ブルーベリーと、あれ、え、このもん、このもんか。まあ持ち歩く必要ないよね。これ捨てていいよね。どうしよっか。AK 変えるか。やはり動物に襲われることが多いのでね、マガジンよりも動物にプラス 100% のボーナスついてる方がありがたいです。よいしょ、いらないね。これこっちじゃないか。合ってるか。おっと。ペンキ。よし、じゃあ報告しましょうか、トレーダーに。こっちに入れて。もうバットいらないか。野球しようぜはもうバットいらないか。俺が欲しいのはバットよりもあれなんだよね。もうちょいごついやつ。あー、パイプオンかな。あ、レベル上がった。うわ、これもいいんだよな。これリロード速度確か上がるんだよね。うわ、ノコギリブレードも欲しい。出血でもナイフ系使わないからいっか、こっちで。よし、特別な仕事あるかい。 2.6 キロ遠いな。さあ 2.6 キロどこっつってたっけ。西どこだよ。隠されたゾンビだよ。こっせ、どれだ、見つけよう。どこや。そこか。左だな。どう？よし、じゃあ行くか、トレーダーに会いに行きましょう。これ持って。待って、あなたは変わってないよね、多分ね。一回チェックするだけ。ちゃーっとチェックして。ないね。Maybe next time. Happy travel.
電気電気電球だよ。これ金持って。わあ、ボムボムどこ行った？これいらないから。ちょっと金目のもの持ってっか。よし。では、本日はトレーダーに会って終わりにしましょうか。誰かな？ジェンさんがいいな、どうせなら。え、なんかこれヘルメットかぶってね。あれ？ヘルメットかぶってる。あ、違う。白い帽子だ。ジェンさんがいいなぁ。ジェンさん会ってないもんね、最近。え、むしろ、アルファ19になってジェンさん会ってない。ジェンさんね、美人になってたような、なってなかったような。覚えてない。声は日本語、あ、日本語じゃないです。英語になってたじゃない。女性になってたよね。いつからだっけ？結構前からだっけ？もう、どのバージョンで、うわい、嘘だろう、ここのマップ、マジコミ。どうなってんねん。横滑りしながら俺降りたぞ、今、崖を。最悪だな、このマップ。うわ。最悪だわ、ほんと。このマップ、マジで、空飛ばないと、やべえわ。デコボコは半端ねえ。ステーブルに入ったらデコボコなくなるのかな、ちゃんと。どうなんだろう。うわぁ、もっと馬力のあるバイクに乗りてぇ。鹿さんは今日は見逃してあげるから、頼む頼む。うわぁ、あの崖の向こう、おい、嘘だろ、嘘だろ。後ろ向いて下れば怖くない説。あ、止まっちゃった。崖じゃん、完全に。完全に崖じゃん、こんな。また後ろ向いた。もういいよ、後ろに下がるよ。いや、引っかかったし。おい。ぐるってならないで。よいしょ。よいしょ。ふぅ。2キロか。2.6 キロ遠いな。もうちょっとね。100メーター、200メーターの距離でやればよかったのに。そしたら見つけきれるか、普通に。1.6 キロだっけ、ジョエルさんは。うわ、あと2キロだからな。600メーターしか進めんでない。ダメだ俺は。あれが欲しい、あのなんだっけ、乗り物モッドのモトサイクル、モノサイクル、モトサイクル、どっちだっけ。一輪車っていうか、一輪車なんだけど、タイヤの中に入って走るみたいな。未来の一輪車。あれ、障害物に強かったよな。急な段差だったら、直角に飛んじゃうんだけど。ピョーンって真上に跳ねるけどね。あれ、速いし。段差もどうにかなってたから、あれ欲しいな。でも全然違う、このワールドやべ。ふわ、もう嫌になるね、このワールド。本当にまた滑るの。帰りたくねえ、こんなデコボコしてるところ。マジマジ頼むから、ジャイロコプター売ってねえかな。ジャイロコプター売ってたらもうここの街でさ、クエスト終わらせてさ、金稼いでジャイロコプター買って帰るよね。いちいちで稼げるから無理かな。無理っぽいな。さて、あと 1.6 キロ。初めての街だね。この建物もまた初めて見る建物。
面白い建物ないかなというか、全部なんかあまり見ない建物だよね。いいね。あの電波塔もちょっと面白そうだし、あ、これ電気屋さんではランドリーって書いてあるわ。あ？雑貨ラウンドロマート、ランドリーじゃねえか。やっぱりなんだこの家、結構豪邸な感じの作りしてるね。あ、これあれか、行ったことある建物かもね、あれね。なんか秘密の部屋があるところじゃね。明かり漏れてて気づいた。シャワー室から入る、違うかな。さて誰だろうか、トレーダーは。やっぱまだ1キロかよ、あと少し。頼むからこれ以上崖はないでほしい。なんで降りた時にキュイーンって曲がってくんだろうね。もしかしてマウス用にしといた方がいい。マウスで方向転換できるように戻しました。左クリックして、うわ雪山だ。やべえなこの街、この街っつかこのワールド。雪とか多くねー。うわ砂漠じゃん、どうなってんのここ嘘だろここに住みてここに住みてこれはどっちなの、砂漠なの、それとも雪国なの。あ、オイルシェルだ、保存オイル。まあここまで来ることないと思うけど、暑いっつってんな。困ったね困ったね、どうするか。ちょっと動物倒してポンチョでも作るか。いやこれ単純にバグってるだけかな。砂漠に雪の木が生えてるだけっぽいね。異様な光景だけど、そうだね。うわびっくりした、な、何？あ、犬か。ごめんよ。びっくりしてキーボードとマウスから手を離してしまった。びっくりした今。俺は景色の方をずっと見てたから、何が起きたかわからんかったよ。ああ、危ね危ね。で、ここか？やべえな。お、トレーダーです。てれん、これ誰だ？これ誰だ？うわ、なんかやばい。すげえ。あー、噛まれた。なんか。この世の終わりみたいな色になってたけど今大丈夫？この世界終わったりしない？さて到着しました。え、かっこいいんだけど。え、なにこれ、鉄だ。ちょっと待ってね、この車漁りたい。これ誰だ、ジェンさんってこんな感じだったっけ。まあ、開けたらわかるわな。右にあれがあったらジェンさんっすね。ジェンさんだ。なんか広くなってない、ジェンさんち。なんか一回り大きくなってない、気のせい。
あ、ちょっと広くなってる気がするよね。うわ、またなんかやべえ。やべえ。やべえ空になりかけてた気がする今。やべえわ。というわけで人生に会いましょうか。ミキさん壊れてんのかーい。フォージまで見てからにしよう。フォージも壊れてる。この際だからワークベンチも壊れてんのか見るか。全部全滅じゃね？完全に全滅じゃね？生きてるんかーい。あれ食べ物ってどこだっけ。お、帽子、涼しそうな帽子。あれキッチンなかったっけ。こう、あ、ゾンビ来てんな。あっちだね。まあいいや、ジェンさんに会いに行きましょう。トレードと話しましょう。じゃじゃーん。うわ、全然違うじゃないか。ジェンさん血ついてるけど大丈夫？なんかのっぺりのっぺりしてない、気のせい？でも話しかけたら超絶美人なんでしょ。こっちの方が美人だよね、やっぱりね。アメイジングっつってる。在庫を見せてもらえるか、何か仕事があるか、在庫を見せてもらいましょう。すげえ、56個もある。カーテン、ソファー、ロケラのパーツ、ビーカー、あ、待って、一個飛んじゃった。グローブ。あれ、ジャイロコプターとか売ってませんか？おぉ、弓が2個も売ってる。2種類。これどっち？出血の方か。槍。いらないけどね。フィーボ。あー、こんだけ？ハンドル売ってんね。こんだけか。俺このために来たのか。If I had a duke for every time someone was just looking, I'd be as rich as Trader Joel. トレーダージョエルつってない。トレーダージョエルほどリッチみたいになんか、なんか言ってたな。デュークがなんとかとか言ってたけど、ボケーっとしててちゃんと聞いてなかったね今ね。じゃあクエスト受けてみるか。多分ティア3なんで、ちょいちょいってやばいクエストが出てくるでしょう。じゃあ今回はこのティア3のクエスト。待って、録画できてる？あ、できてる、よかった。びっくりした。録画できてないかと思ったよ今。え、仕事あるか。お、76m、 これいきましょう。79ですね。素晴らしい。I always admired her. Hurry back soon, and I'll have a nice reward for you. あざっす。というわけで今回ここで終わりにしましょう。次回、ティア3。どこだ？このお隣のティア3行きましょうか。はあ、地下室やべえところだ。地下室やべえ建物だ。あれは、どういうところだっけ？真っ赤な地下室の建物だっけ？だよね、多分。俺が、サーマルで遊んでた建物だよね。ということは、2周した方が美味しいな。あそこ、うめえから。秘密の出口あったっけ？この建物。待って、頭の中で今、検索中、検索中、検索中。秘密の出口あるな。うまくいけば逆走できるかもね。あ？合ってるかこの建物で。なんかやっぱ変わってるくね？でも合ってると思うんだよな。あの記憶が正しければ。ここら辺だな。違うかな。ちょっと違ってたっぽいな。
れ勘違いか。これやべえ。そのままだと俺ゾンビ食われるぞ、この穴に。入ったまま。ちょ、バカバカバカ。出れなくなる。出れなくなるって。やばいってやばいってやばいって。つかさ、なんかさ、画質変わった ?180。いや、バージョン変わってねえな。気のせいだな。ん?パイプオンじゃ穴開かねえしな。なんか違うな。逆か?考えろ考えろ。逆の可能性もあんのか。いや、こんなあって2マスだからな。体が熱くなってます。だってこっちか。というわけで、じゃあ今回はここで終わりにしましょうか。見つけきれ、あ、見つけきれなかったっていう音でしたら見つけたかも。ん?合ってるよね。これの出口がどこにあるかって話を。やっぱあっちでは。うわ、ピンポイントで角を掘り出したのか俺。あれ?よくわからんことになってる。やべえやべえ、このままだと俺これ掘り起こしてしまう。昔やったな。昔庭のシェルターの庭の建物を掘り起こしてたな俺。そんでもって 100×100 の大穴開けてたんだっけ。間に合わなくなってみんなに手伝ってもらったよね。懐かしいな。バージョン上がっちゃうやべえっつって。だって周り切り取っても崩壊しなかったんだもん。あれね、ない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 。あ、熱すぎ。オッケー。ここ影だろ、さすがに。ダメ。ここ影じゃない。やべえ、もうこれさ、中からさ、普通に行った方がさ、早かったのではって思うよね。よし、違い。普通にクリアします。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。